してください。パスワードを入力してください。ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを
心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク上城エンタープライズが運営しております。
私、白峰ノキア。よ、ろ、し、く。じゃ、なーい！遅いよ！何してたのよ！こんな危ない場所で、一人きりで待たされる身にもなったよね！ブルーボックスはまだ来てないのかって？ふん、来てますよ。来てますが何か？ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよ。あいつそういうとこあんだよね。自己中的な、イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか？っていうか、電脳空間で幽霊なんて非科学的だし、意味わかんないし、怖くともなんとも。恨めしや。どわしょわー！ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん。ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。うわっ！その、こんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ？ああ、うっせうっせ。つーか、初めてだよな、こっちで会うの。真田新田だ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会ったとき、マジビビった。不愛想だし、自己中だし、目つき悪いし。ほら、イケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間に、この辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくら空論が危険エリアでもハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。え、何これ？ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー？最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。ふん、特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーする。お、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。え、デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。じゃあ、私たちハッカーになっちゃったわけ？そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。
めとけ。プログラムにプロテクトがかかって無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。逃がすかよ。ちょ、新た、なんで追いかけるの。私帰るから、もう帰るからね。何これ、さっきまでなかったじゃん。どうしてこんなのが。これもハッカーの仕業。進めってこと？私たちを返さないつもりなの？どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それなら、その幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者もいる。この世のものではないと。真相は、僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな鳥だ。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する持続的なもの、他人の財産や個人情報を狙い、アカウントを強奪するもの、自分の技術を磨き、ただ本当に余裕だ。君はどんなハッカーになりたい？
その様子だとひな鳥どころかまだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか他の何者かになるか、それは君の自由さだが、経緯はどうあれ君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。そうだろ？だったら試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力を。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら、君の後ろにいるあれがデジモンプログラムだ。せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。何？デジモンならいくらでもいる。すぐに代わりを見つけよう。少し待っていてくれ。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現してるとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけて話したか、あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。追いかける？あの強力なデジモンが欲しいのか？いや、あれはまだ君の手には負えない。やめておけ。なんだって？君は追われたデジモンを気にしているのか？物好きだな。だが、それこそ放っておくべきだ。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら君がバカを見るだけだから。君がそう決めたなら好きにするといい。後を追うなり何なり。挑むつもりか？本当に物好きだよ。いや、ただのお人よしか。
奇遇だな。僕もそれなりに物好きでお人よしなんだ。まあ君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力を。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。しっかりと指示を出してプログラムを使いこなせ。準備はいいか。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは稀だ。ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在になるだろう。ともかく卵はかえって、この先は君次第だよ。それじゃあ僕はそろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年。ああ、もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。創世紀の遺物、忘れ去られた過去の残滓。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカーであればどうということはない。そうだな、ここから帰りたくなったらそのログアウトゾーンを使うといい。目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。彼の腕が落ちていなければね。なぜ驚く？まさか彼から何も聞かされていないのか？なら僕から言うべきことはない。本人に直接聞いてくれ。そういえばまだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ。チーム君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我らザクソンを訪れるといい。扉はいつでも開いている。
ちょっと待って。そーっと。にゃんにデジモンなんだけど、そのデジモンもあの子たちも悪そうなプログラムには見えないよね。デジモンか、あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。え、凶暴な野良デジモンもいた。何それ、超怖いじゃん。奥のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから、早く合流しよう。行くぞみんな。
か不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新たとも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。なんだよ今の映像、子供？気味悪い。畜生、なんだってんだよ。すげえ嫌な気分だ。ああいたいた。ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。噂で聞いたエデンの黒い怪物か、データを食い漁ってるとかいう。お前らこっちへ走れ。なんだか上がんねえが相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトしてとっとと逃げるぞ。走れっつってんだろ、グズグズしてんじゃねえ。おい、君たち僕たちがノキアを守る。逃げてノキア。行け！うれ
しよう、強すぎるよ。僕、なんでこんなに弱いんだ。ロキアを、みんなを守りたいのに。よし、ロックを解除した。ログアウトできるぞ。おい、ロキア、早く。でも、あの子たちがまだ。わかんねえのか。足手まといはお前なんだよ。お前が逃げおせりゃ、あいつらはどうにでもなるんだ。おい、ノキアはログアウトした。俺も続く。お前も急げ、いいな。やばくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら、天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ。まとめて逮捕すんぞ。ああ、府警さん、こっちに。誰が府警さんだ。誰が刑事さんだ。刑事さん、見た目だけで物事判断してんじゃねえ。逮捕。どうなってんだ。キモキモいから逮捕。そこ逮捕。面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前。おお、おい、待て、そこの車。止まらないと逮捕するぞ。こら、人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな。話はできるかな。それは良かった。君がもし人ではない何かだったらどうしようかと思っていたところだ。そうか、君自身自分の身に何が起きたのか理解できていないようだな。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲だ。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のようなまことだ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したような。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするな。とは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えたまえ。私が誰か。そうか、
自己紹介がまだだったな。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くてね、すっかり失念してしまっていたが、すまない。私はクレム京子、死なない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇烈な話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だ。君はどこでログインしたんだ？君は今どこにいる？電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレム探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリーセレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態に思える。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル体そのものだ。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則に従っている証拠だ。つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。適合するデータを取り込み修復すればいい。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだ。なんだ、テレビがどうかしたか。こっちよ、飛び。
私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラ・ミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。知らないなら知らないで特に問題ないわ。今のところはね。時が来ればおのずと知ることになるはずだから。デジタルモンスターラボラトリ、タルラボでもモントリーでも略し方は自由だけれど、私はデジラボをおすすめしているわ。私があなたを呼んだ。それは少し違うわ。あなたが私を呼んだ。あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の目で確かめてみて。
Thank you.
無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん。またやっちまったか。それと、その呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。人前ではさすがに気恥ずかしい。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに。どこまで話を聞きました。今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。ほう、では何者だい。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。父の代からの付き合いでね、窮地の中だ、信頼もしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だ。見かけによらずと思っただろう。ま、実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。でなきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、失言失言。それで何か事件ですか。依頼でしたらどうぞソファーにかけてお持ちを。今おいしいコーヒーを入れて。いや、いい、今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。京ちゃんも興味があるんじゃないかな。聞かせていただきましょうか。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい。お願いします。エデン症候群ってのは
エデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究及び回復処置を行っている。が、妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。神代のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後、神代エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は神代の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である神代のな。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、神代が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何かある。ようやくですね。ああ、やっやはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあまたな。君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。ほら、いつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。そいつはシャレになんだよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で神代の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして神代も動くという。これは偶然か否、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合開けごまが適当か。Thank you.
行くぞみんな。どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ、警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。さあ答えて。そしてクレミ、そうですか。いえ、何でもありません。エデン症候群について調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。潔白を証明しておきたいだけです。私は神城に世話になっている人間ですから、少しくらいならあなたの疑問に答えられると思います。治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。でもきっと大丈夫です。いつかきっと目を覚まします。待つしかないんです。今は どうなるって見ての通りです。エデン症候群の患者は皆一様に昏睡状態になる。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人は知っているんですか？この患者ですか？最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。何か気になる点でも？この人、あなたに似てませんか？そうですか。でも他人の空似にしては。
それは誤解です。間違いです。神代もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私が。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。こんにちは、ケビンさん。お仕事お疲れ様。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋、リエ見てるだけでドキドキしてきちゃう。あー、我慢できない。つつつ、岸部様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸部理恵、背後のお出ましか。上城の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさい。おっと、私の方には来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて、早く。ゆうこちゃん、お元気？リエさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかったと思いますが。ちょっとねえ、大好きなゆうこちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃん先生がビビビッときたのよ。またゆうこちゃんが暗い顔してるんじゃないかなって。ほら、辛いでしょ、いろいろ。別に。強がっててもお姉さんには分かっちゃうんだな。ところで、こんなところで何してたのかな？いえ、別に何も。ピクニック的な？はい。いえ、違います。その。ゆうこちゃん、なんか変じゃない？私たちの他に誰かいたりして、ひょっとして彼氏とか？そんなこと。それとも彼女さんかしら？ちょっと探してみたりして、あそこの部屋とかやらしい？じゃなくて、あやしい？ほら、観念して出ていらっしゃい。ゆうこちゃんグラバーさん、
このリエお姉様がゆうこちゃんの保護者として責任を持って手取り足取り腰取り大人の階段をホップステップジャンプ。なんだ、誰もいないじゃない。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。私なんて、ゆうこちゃんくらいの時には、うふふー。それじゃ、本命の彼の様子、覗きに行こっか。私たちが揃って顔を見せたら、きっと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人、どこへ？行くぞみんな！自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだが、君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラーな被害者なのだろう。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない、慌ててもいけない、急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く鉄頭鉄尾堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ、父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件が多い。仕事をこなしていくうちに手がかりにつかめるだろう。安心しなさい、君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住はね。君の能力は
電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待しているよ。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯といこうじゃないか。海ぶどうつぶあんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが、味も方向もまた格別だぞ。では、電脳探偵誕生を祝して、乾杯。you